次は津軽平野。これあの吉幾三が千正雄に楽曲提供した。これしやから吉幾三がこれ話しとってんですけどね、まあ、長いこと話してました。それちょっと聞いとってんけど、やっぱり千正雄とこれ知り合いでなかったらね、知ってこう出会いがなかったらね、千正雄の出会いなかったらまあここまで売れたんかな、みんなことをね言うてましたが、だからあの吉幾三がそんなにその売れてない時で、千正雄がもう絶頂の頃やね、その頃にこう出ようってね、でここでバーンと吉幾三が上り詰めていくねんけど、その芸能界の話にもそういうことはようきゃるなと思ってね、いろんな人が、まあ話聞いとって、やっぱりどんどこで知りようてね、それから自分が上り詰めていくかなぐらいに、そういうもの話も、まあ、数多くはね、まあ、時間もあんまりないしね、それ話したら長なってまいりますので、ただ津軽平野、はい、いきます。
ちゅうことだいぶ間違えたやろちゃうやんな、バリバリ私何もやってもそんな高いと思いながらすごい支援な、そうや、これ買えないわね、嫁持ってきてんねん嫁あげようたらえらい目なわ、もうちょっと取れてますえしんどかった、なんでなんで急に歌われへんの申し訳ない、いやいやいや、そんなしげちゃんが好き申し訳ない、あのバリオえらいこっちゃ、ほんまや、次は私がカポつけるかわかんやけど、カポつける、ドライする、カポ変えたのか、場所これうまいことだったら聞き応えはねえけどね、いや、歌うの難しかったすんまへん